今回はタカラトミーさんの新作おもちゃを見抜きました。かわいい。映えました。ね、敵のところね、大好きなトイストーリーの新作おもちゃがあるようなので早速行ってみます。はい、というわけでトイストーリーのところに来たので、エイリアンのクレーンゲームをやっていきたいと思います。どっちだよ、これどっちだよ。最後に動くからどれか好きなエリア選んでる。どうぞどうぞ。で、決まったら右の黄色いボタンを押します。最後に場所決めて黄色いボタンを押してください。あ、惜しい、惜しいな。あれ、もう一回やる、もう一回やる。意外に難しいな。はい、もう一回、もう一回。あー、惜しい、もう一回、もう一回やりましょう。いいぞ、いいぞ。はい、どうぞ。ブルーガムが飛び出します。すごいね。8月ピントバネフィオスピカも8月に発売して1個1500円となっております。で、ね、それぞれでお顔とか色が違うから、どの子がいいかなっていうのを見てみてください。他にもいろいろリモットサプライズさあ体験してない子、ぜひプリムに触ってみてください。ぜひ触ってみてください。まだ触ってない子いるかな。いいよ、かわいいね、Tシャツって。ニューも。ニューも。
赤ちゃんフクロウなのでまだ飛び方を知りません。いっぱいお世話をして飛ぶ練習をさせてあげると最後にはなんと飛んでくれる、そんなおもちゃになってます。例えばこうやって頭を撫でてあげたり、お腹が空いた時にはこのベリーの実を食べさせてあげたりします。あ、お腹空いてないの？大丈夫かな？まだ赤ちゃんフクロウなので飛び方を知りません。なのでこうやって飛ぶ練習をします。もう飛べるようになったらラッパの音でお知らせしてくれるので、この巣に戻してあげます。そうするとモーリーが体を懸命に伸ばして頑張れ、応援してあげてください。頑張れ、羽を広げます。ありがとうございます。お世話をいっぱいしてあげるとここに飛ぶことができる。お世話に開始してあげます。机の上もこれを使って掃除できる。あとは一度女の子だから中にちょっと小さい人がいます。こうやってこれ虫かごなんだけど、この中に可愛い子供たちコレクションしてモンスターボールの中に入れて飾る、いろんな使い方できる。よかったら君もゲットしてみてくれ。人生ゲームの令和版です。こちら、あのひなとちゃんが YouTube でやってたやつです。みーちゃん、みーちゃん、かわいい。みーちゃん、みーちゃん、みーちゃん。下の方から出てくるようになっております。スタッフさんと
です。本物じゃないよ。はい、本物じゃないな。残念ながらみんなお腹が空いてきたのかな。ちょっと硬くなっております。お姉ちゃんが食べたらお腹が壊れてしまいます。グミペア。三次元おやつだ。